ませてご出演されました岸井ゆきのさんでございます。おめでとうございます。おめでとうございます。大きな拍手をお送りください。こんにちは、岸井ゆきのです。本日はこんな歴史ある賞をいただけてとても嬉しいです。スタッフさん、監督、誰一人欠けてもこのような形の稽古目を済ませてという映画はできなかったので、今回録音賞と撮影賞と監督と一緒にここに立てていることをとても光栄に思います。ありがとうございます。稽古目を済ませては情熱を注いだものに対して勝ち負けではなくて継続すること、静かに愛することを重要とした映画で、でも圧倒的に負けたくないという気持ちは稽古にはきっとあって、それは私が映画を思う気持ちととても似ていて、たくさんの人に見てもらいたいっていう思うとおのずとランキングみたいなのがついてしまうところはあるんですけど、でもただただいい映画作りというのに関わりたいっていうのをずっと思っていたので、それがこの映画できっとできたと思うし、勝ち負けじゃないって言ったけどこういうふうに賞をいただけて、それは認めてもらえた証としてずっと大切にしたいと思いました。ボクシング自体は3ヶ月トレーニングして、はい、もう1ヶ月ぐらいでコンビネーションミットが私が得意だということに気づいて、あとはもう追い込んでトレーニングしました。だからもう自分に合っていました。ボクシングも手話もやっぱり強くなりたいっていう気持ち一個で、いい映画にしたい、強くなりたいっていう気持ちでずっと やってましたね。